海側より望む初誕場は石炭粉塵の飛散防止のため屋内式を採用している。PR 施設の赤林間・坂田共同火力発電所は山形県坂田市にある坂田共同火力発電の石炭火力発電所。東北電力と住系アルミニウム工業株式会社の共同出資により設立された坂田共同火力発電株式会社が運営する。 火力発電所で1977年10月に1号機が運転開始、2号機までが建設された。当初は重油戦勝だったが、後に石炭滝に転換した。当初は共同出資だったが、誘致企業の解散などにより1987年に東北電力の単独出資となった。全発電量が東北電力に供給され、施設管理も東北電力が行っている。 発電後の石炭灰をセメント原料や園芸用肥料などにリサイクルしている。2号機では2011年5月25日から木質バイオマスの混焼も開始した。地元経済との関係も強く、2020年度の坂田火力の売上高は381億円で、坂田市の2019年度一般会計予算の63.1%に当たる。 雇用面でも酒田火力の従業員が114人で関連業務に常時従事する地元の協力会社の従業員が380人定期点検時に追加される要因は320人となっている日本のエネルギー基本計画では石炭火力発電のうちアリン開発と超リン開発の発電方式を非効率都市2030年に向けて段階的に急廃止する方向になっている 坂田共同火力発電所の2機はアリン開発の発電方式であるため削減対象となる可能性が指摘されているが燃料の石炭は坂田港の取扱い貨物量の約半分を占めるなど地元経済への影響を心配する声もある。ありがとうございます。